皆さんはご存知だろうか？源家の家系図を。源家って、以前の美家の家系図を解説したからほとんど同じじゃないの？確かに子孫に関してはそうなのだが、知られていない先祖や親戚が意外と多いのはご存知だろうか？というわけで今回は、高貴な血統、源一族、だ。いとこが遊びに来てたのよ。綺麗な子でしょ。というわけで今回は、源家の家系について解説していこう。まずはいつも通り、ウィキペディアにある源家の家系図を見てみると、まず源家のパパママがおり、吉尾というのはお父さんの本名ですね。そして一人娘の静香ちゃんは、将来のび太と結婚してのび助をもうけ、のび助はゆかりちゃんと結婚しまた息子をもうけ、そしてせわしのパパ、せわしと未来につながっていくわけだが、この子孫の話は、過去動画に詳しくまとめているのでそちらを参考に、という感じに、ウィキではある程度の子孫はわかるが先祖や親戚がほぼわからず、今回もうプ主がいろいろ調べ、わかる範囲で家系図を作成してみると、意外と先祖や親戚が多いのだ。いつもと表の向きが逆ね。うむ、家系図って基本男系で作ることが多いから、今回は女系で逆になってるけど、これはあくまでうぷ主の推測をもとに作成している部分があるのと、子孫からはのび家を主体に男系になるちょっといびつな家系図だから、その点にだけはご注意のほどよろしくお願いします。了解だよ。では早速本編解説、まず源家の最も古いルーツを見てみると石器時代から。いつものだね。うむ、それはコミックス七巻、石器時代の王様に似て、石器時代に来たのび太の前に現れ、スネルの友達として登場したこの静かにの原始人である。彼女はペットとして現れたのび太を珍しいと言い、魚を食べるために木を集めるという、大した登場ではなかったんですが、この登場から一気に飛んで戦国時代、2016年12月31日放送、戦国のび兵衛頑張れでは、のびドラがご先祖様に会いに戦国時代を訪れると、静かにの少女が隣国の武士と戦っていたんですね。なんだこれ。彼女の名前は静姫といい、小国の姫なのだが、身分に関係なく農民にも優しくする人で、しかも剣術や木登りが得意な男勝りの性格なのだ。現代の静香ちゃんの秘められた能力は、この時代ではフルに発揮されていたのね。うむ、なので隣国に攻められた際も、見回りと際して戦う覚悟をしていたみたいですね。強いな。ただ、静姫の国はあまり大きな国ではなく、戦力は500ほどしかいないみたいで、隣国は約2000、援軍を待って戦う気だったみたいですね。ちなみに静姫の父は当然お殿様なのだが、なぜか現代の学校の先生に似ており、無限三剣士といい、なぜか静香ちゃんのパパは先生が配役されることが多いですね。確かに。でもこれは夢じゃなくて現実だから、本当に先生一家と血縁あるのかもしれないわね。うむ、先祖が遠い親戚なのかもしれないな。てな感じに、戦国の世では一国の姫として戦っていたご先祖様は、戦国末期、映画、ドラミちゃんあらら少年三族団、では、おしずという静香ちゃんそっくりの女の子がおり、米川という領主の家に奉公するという、一気に身分が落ちぶれた存在になっていましたね。かつて部下だったスネ丸に乗っ取られたのかしらね。その辺はわからないが、長い戦国の世の中で色々あったのかもしれないな。そんな戦国の世が終わり、一気に現代、原作では源家の祖父母に関しては一切登場しないのだが、スーパーファミコン、ドラえもん4のび太と月の王国では、物語のオープニングで、静香ちゃんはおばあちゃんに、月の雫というブローチをもらっており、この、月の雫は月からやってきたという言い伝えがあるので、月に似せると寂しがってビームを発射します。なんでやねん。まあその辺は過去にこのゲームを解説実況しているので、そちらを見てもらうとして、このゲームでは、うぷ主の知る限り唯一静香ちゃんのおばあちゃんの存在を確認できるのだが、父方母方どちらかはわからず、一応ブローチをくれたおばあちゃんがいるという話でした。てなわけで、そんなおばあちゃんから、静香ママが誕生し、静香パパと結婚、ちなみに源の姓はママではなく当然パパであり、それは原作ではないんですが、ドラえもんズの漫画で結婚前のママが、パパを源さんと呼んでいることがあったからですね。まあママも旧姓が源だったらどうしようもないんだが。まあゼロではないわね。うむ、ちなみに視聴者の中には、あれ？静香ちゃんのパパって複数人いなかったっけ？という方がいらっしゃると思うんですが、いるかな？それは過去に動画でまとめたので、興味があればそちらをどうぞ。では話を戻して、この二人から静香ちゃんが誕生し現在に至るわけだが、このパパママには兄弟が多いのか？親戚が結構いてだな。まずコミックス30巻、久しぶりトランクでは、まあ、おじさま。静ちゃん、6年見ないうちに大きくなったね。と、6年ぶりに再会するおじさんや、コミックス8巻、ロボットが褒めれば、では、私のおじさんは、美術評論家なのよ。おじさんの評は、大変な権威があるのよ。いやいや、と、美術評論家のおじさんがいたり、コミックス35巻、なんでもぬいぐるみに、では、ぬいぐるみ買いに行くの、おじさんがお小遣いくださったの。と、お小遣いをくれるおじさんがいるなど、結構親戚のおじさんが多いみたいなんですね。パパママにも兄弟が多いのかしらね。うむ、まあ時代が70年代だしそれなりにいるんだろうな。ただ、おばさんに関しては少なく、
原作に登場したのは一人だけで、コミックス43巻宇宙戦艦のび太を襲うにて、おばさんが旅客機の落ちていく夢を見たの。同じ夢を3日も続けてよ。気になって、海外旅行の予定を延期したんですって。そしたら、おばさんの乗るはずだった飛行機が、大事故を起こして、と、予知夢を見たおばさんが登場し、この回では姿はわからないのだが、2014年12月30日放送、宇宙戦艦のび太を襲うでは、静かままに似た女性が描写されており、もしかしたら母方のおばさんなのかもしれないな。思ったより似てるわね、うむ、という感じでおばさんはこの一人だけなのだが、おまけとして、コミックス23巻、ハッピーバースデージャイアンでは、今年もジャイアンの誕生日が訪れたのを知った静香ちゃん、去年は理由をつけて参加を断っており、その理由が、私は、親類の結婚式に出るからって、と、脈絡的に嘘だとは思うのだが、真実である可能性もあるので、一応結婚した親類がいたり、コミックス27巻、細く長い友達では、これからお使いに行く静香ちゃん、のび太の協力を経て、遠い場所にお使いを届けるときにこの女性が登場し、ただの知り合いである可能性もあるが、もしかしたら親戚である可能性もあるので、一応紹介だけはしておくぜ。というわけで、以上が源家のおじさんおばさんになるのだが、おじさんおばさんがいるってことは、当然いとこもいるわけで、コミックス8巻、見たままスコープでは、いとこが遊びに来てたのよ。綺麗な子でしょ。と、非常に美しいいとこがおり、のび太が一目惚れをして、静香ちゃんがいやらしいと怒っていましたね。確かに可愛い子だわね。うむ、そしてもう一人、2000年1月21日放送、コウモリキャップでは、ゆいちゃんというお団子ヘアーのいとこも登場しており、静香ちゃんはバドミントンをしたいが、ゆいちゃんはトランプで遊びたいと、そんな会話をしていたいとこでしたね。可愛いいとこが二人もいるのか。うむ、ちなみに可愛い子はもう一人おり、それはコミックスプラス5巻、強力ウルトラスーパーデラックス上にて、と、よっちゃんという可愛い子がいるんですね。可愛いのベクトルが違え。まあ可愛いことには間違いないから。ちなみによっちゃんは親戚の子であり、どういう親戚かわからないので、いとこかどうかは定かではないので、その点にだけ注意のほどよろしくお願いします。ちなみに、ウィキペディアではもう一人いとこが紹介されていて、鉄道ファンで北海道に住むいとこがいる、とあるんですが、誰のことを指しているのかわからないので、もし知っている方がいらっしゃいましたら、コメントの方で教えていただけると幸いです。鉄道ファンのいとこがいるのか、もしかしたら男のいとこかもしれないですね。というわけで静香ちゃんのいとこ、そして親戚は以上になるぜ。ではここからは静香ちゃんの子孫、といっても中身はのび家と変わらないので、一気に飛んでせわしの時代に行くと、コミックス21巻未来の街にただ一人では、火星へ行ってきたの。と、静香ちゃんそっくりの少女がせわしの友達として登場しており、一体どこから源の血が分岐したのか、少し不思議な感じがするのであった。確かに、いろんな親戚や兄弟が巡り巡って先祖返りしたのかしらね。うむ、でもこの子がせわしと結婚するとなったら、過去にどこかで一族が繋がる可能性があるだろうな。確かに、というわけで、以上が源家の子孫、そして源家の家系図の解説を以上にするぜ。静香ちゃんのご先祖は古くは石器時代から始まり、戦国の世では一国の姫だったり、領主の家に奉公をするなど、女性だけになかなか苦労する先祖だったのかもしれない。そしてゲームのみで登場するおばあちゃんと続き、両親から静香ちゃんが生まれ、多くの親戚、可愛いとこがたくさんいる一族なのであった。そんな源の血は、他に後継者がいなければ伸び家に嫁いで途絶えるのだが、100年後の未来では、巡り巡って先祖返りした静かにの子孫が生まれており、名は途絶えようとも血は脈々と受け継がれているのであった。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。